何度目でしょうか。この車、前の車も含めたら何回もドナドナしてもらってますけど、今回はディーラー持ってってもらいます。今ちょっと100メートルぐらい移動させただけなんですけど、それでもギアが入るか入らないかヒヤヒヤしましたけど、なんとかここまでは大丈夫でした。冷えてる時はまだなんとか大丈夫なんですけど、温まるともうギアが入らなくなっちゃうんで、やって目視しながらちょっとずつ乗せるのか。できるんだったら CG というかナビゲーションしたいけど、下手なナビゲーションして脱輪させたらしょうがないんで、ドナドナされていきます。まあ多分修理は依頼することになると思うから、これで最後ということはないと思いますけど、何卒よろしくお願いします。この明るさというか暗さだったら、いつもの GoPro だったらもうヌメヌメして撮れないんですけど、 iPhone だとまあそこそこちゃんと映ってますよね。今両親の家に行って、なんだったら少し野菜食べさせてもらおうと思ったんだけど、父親が僕の動画をずっとタブレットで再生してるから、今までのちょっといられなくなって逃げてきました。やっぱり iPhone だって映るな。夜は完全にGoPro の時は諦めてましたけど、 iPhone ならなんとか景色がイメージが分かりながら録画できるかな。もうどこにも柿なんて、スーパーとかから姿を消してからだいぶ経つんだけど、セイコーマートはまだ時々売ってんですよね。なので柿買ってきた。